春分の日この「春分の日」この春分の日を挟みましてネット上ではちょっと面白い話題がありましたそれがこちらの方がままとめててくれております今更あかね氏は人助けをしたことがある松山智博とのバトルということでしてこれはですね例のイオンシネマの方で「お姫様抱っこ!あ」じゃない抱っこの仕方は分かんないですけれどなんか運んでとかっていう話があって。 それをイオンのイオンシネマの方がいやあの今後はちょっとできないんでというお断りを入れたところこれがまあ炎上騒ぎになりましたそのご本人が今までやってくれたのにイオンの社長と話がしたいなんてことを言いましたので大炎上となりましたこれについてハンドルネームひまそらあかねさんがあの元俳優の高知昇さんですねあイオンシネマの件すさまじいバッシングが車椅子の人に寄せられているのに驚く これが個別の問題じゃなく、もっとバリアフリーが進むよう、議論が生まれたら良いのになぁと思うと。まあ、このようなツイートを引用する形で、キャタピラでも改造して、足につけて勝手にしろよ。旗迷惑だから自立しろ。本質的な意味でと。今空あかねさんがツイートしたところ、これに対して、進撃の映画評論家、町山智弘さんが、自分が体不自由にならないとわからないのかなぁと、えー、ツイートをしたところをですね。今空さんが即座に、えー 元映画評論家さんがよっぽど俺にご,ししご就寝ですね。アメリカ在住でしたっけ、えー、日本時間21時とかに会わせていただけるならなんか僕に申したいことがあったら今晩にでもスペースなりでお話してもいいですけど来れますか念のため復元するとそのツイートではツイートは車椅子でどこでも行けるようにって大層なことを言うならキャタピラをつけろって意味です。キャタピラというのは正確にはキャタピラー社という会社名なんですけれど日本語だと無限軌道でしたっけ まあ、どこでも、段差があっても登っていける。まあ、そういう意味からキャタピラということを、ひまそらあかねさんはおっしゃっていたということです。で、町山智弘さんですね。この人自身も他人を助けた経験ないのではと。<ん>これですね。この人自身も他人を助けた経験がないのではと、ひまそらあかねさんのツイートを引用するような形で次々とやっていた。これが、あの、ご就寝ですねという話でして、これに対して、 んなわけないじゃん。それが元映画評論家のアテコスイの実力ですか観客席どっちだけですよと、と、えー。これに対して町山智博さん。はい、これに対して町山智弘さん。そうですか。困ってる人を助けた経験が終わりなんですね。それはとても素晴らしいことなので、ぜひその時の話を詳しくお聞かせ願えませんでしょうかそれを読んでひまそらさんのフォロワーさんも困ってる人を助けることになるかもしれないので、よろしくお願いしますとで。それでですね、スペースの方で話をしましょうか、と。 これに対してですね、しばらくの沈黙が続きました。そしてですね、町山智博さん。今すぐさらっとツイートしてください。暇空さんが困っている人を助けた経験ですから、隠す必要ないし、むしろ広く知られた方がいいじゃないですか。相手のプライバシーなどを明かす必要はありませんから。町山,さんに聞き手に町山さんに聞き手を務めていただき、感情を込めて語りたい,りたいです。まさか町山さん自身は私に。 えー、軽々しくそうやって指図するのにスペースを受けていただけないくらい町山智広さんはチキン、チキンなのですか日時の指定をお待ちしています。1時間で頑張って、まきで話します。ツイートの文字数では収まりませんからねと。で、えー、これによってしばらくの沈黙にまた再び入ったということでした。これについては続報があるんですけれど、えー、この話題ですね文春の、えー、春分の日を挟みまして、 このように、2チャンネルがスコなんだ、2チャンネル面白すれなのでですね、レスバ勃発、松山智博さん、ひまそらあかねさんの車椅子クレーマーへのポストについて喧嘩を売った結果、わーいと、ネタにされておりました。ネタにで。この件というのは、私の番組でも取り上げましたが、三宅チャンネルかっこかりのライブ版の方で取り上げて、そこを切り抜き動画にしました。私の方で編集した際に、 イオンシネマについて、ライブの方でお話したことを少し編集の過程で落としました。まあ、全体の流れ的にですね、そこはちょっと尺の関係もあったんで落としたんですけれど、イオンシネマさんの方は、あの謝罪文というか、あお詫び文の中で、まあ、今後もね、対応するということは言ってないんですよ。ただ、支配人が言った、その言い,言い方の問題だけはお詫びしますということなんで、まあこれです。わかんないですけどね。私なりに解釈すると、 ちめんどくせえな <laughs>、まあ、とりあえずねそのお騒がせしたことお騒がせしたことだけごめんねごめんねとあイオンさんはもっともっと誠実にもっと誠実に答えてると思うんですけれどただしあの謝罪文の中で今後も従業員に負担をかけさせることは言ってないんですよ。だからまあまあ合格点の騒動が起きたたことに対するお詫びだった,ただあの件をこの番組で取り上げたのは。 車椅子の方がに限らずいろいろなハンディキャップを持っている人たちが自分の経験を自分がこうしてほしいああしてほしいっていうことそのものは悪くないいやむしろ社会の理解を共有を共感を深めていくためには必要なことなんじゃないかということで紹介しましたで元週刊アスキーの編集者さんの赤澤さんですかなちょっと名前忘れちゃったんですけどこの方がユニクロさんの試着室は素晴らしかったと それはやはりユニクロさんが国枝慎吾選手を応援してきた車椅子テニスのレジェンドです。を応援していた過程でバリアをなくそうと車椅子の方が試着しやすいようなものを用意したんじゃないかと、まあ、こうしたことも紹介しました。そううやっっっててて理解がが深まま共感が広まればいいなっていなところで お前生ぬるいな」なんてねコメントも頂きました YouTube の方のコメント欄にですねあの件もこの件もあの件もこの件もなんてご意見いただきましたはいもちろんほぼ全部押さえております踏まえていた上での先ほどのひまそらあかねさんの指摘なんですキャタピラー無限軌道でとかっていうのはひまそらあかねさんネット情報を全部踏まえた上でそこまで言うんだったらご自分でどうぞと なのののででで本当の意味での自立ってていいうことをツイートしていたんです町山智弘さんはそこを見ていないご存じないのかもしれないので一応この番組をお付き合い頂い,いている皆様には共有という意味でそれらの騒動を,を紹介しておこうと思います具体的にはその映画の件で言いますとこちらはハンドルネームマリさんですね例の車椅子の人の時系列まとめてみた 市が、員の説明にクエスチョンってなったのと YouTuber がいろいろ勘違いしてたから修正の意味も込めてまず女性スタッフに運んでもらって映画を見た日2021年11月11日2022年2月15日2022年3月20日の計3回4枚目の画像で、まあ、この車椅子の方ですね2023年の3月20日に見てたと発言。 今まで快くお手伝つだいしてくれていたのに急に入管拒否になったんだろうと困惑している様子が見て取れますがただ支配人の他かの係員に聞いてもそういった経験はないといった発言2年前の従業員はおらず毎回グランシアターに車椅子を運ばせる客の話も知らない状況になってたのでしょうと中島さんの車椅子の方の1年ぶりやけど3回も解除してからだら大丈夫やろって認識とシネマ側のなんか知らんけど常連気取りの解除を要求してくる方 認識のズレが支配人の冷たい一言を生み出したんだと思うんですと,えということで支配人の方の説明というのが冷たかったとかって言うんですけれどいやスタッフに聞いたけど知らないあのなかったって言うんだよねっていう話をしてるんですよそれが一年ぶりだったら確かにアルバイトさんなんかは入れ替わったりだとかすることがあります こうしたことをまるっと無視して今まで手伝ってくれてたのにっていうことを車椅子さん、車椅子側の方は主張していたということです。さらにですね、これはハンドルネームマサーさん、本件ですね、いろいろと発掘している方なんですけれど、こちら。イオンシネマに現れた車椅子クレーマーさん、ネット通販でジャケット大量購入、節約のため返品、効率的な範囲内でお願いします。 えということでして、こちらの方である写真ですね。これだけでも、もう3412、12着買ってえで、買ったというか、まあ、運んでもらって、で、これをインスタライブだったかななんかしまして、ファッションショーして、で、それでどれが、どれが似合ってない、似合ってないやつ返品するから、節約のために返品するから、ということで、実際に、 その写真が拡散されておりました。え、ギデオンさん、ギデオンさんありがとうございます、えー。一旦お茶です。ありがとうございます。ありがとうございます。えっと、この件取り上げた時に車、私も車椅子だけど障害を持っているんだけどっていうコメントをたくさんいただきました。そうじゃないんですよ。障害だから車椅子だからじゃないんですよ。こういうことなんですよ。こういうこと、こういうことを全部踏まえて前提条件をネット情報として共有した上で。 あれおかしいぞということがあったんです。だから本件というのはまず最初イオンシネマさんが批判されましたイオンシネマさんがとんでもないことをした車椅子の方に向かって冷たいことを言ったということがまず1週目ところがこの1週目の半分1週半ぐらいしたところですかねあれこの方いろいろとあれだぞあれだぞということがありましてこれについて こちらの話題ゾゾダウン送料値上げ4月からあ大丈夫かな、えー、キャンセル可能条件も変更ということでして基本的に送料は250円だったものが値上げになる、まあ、これは物流費の高騰だとか人件費の高騰だとか色々な理由が考えられますしかしこの返品に関わるコストというのも全部乗っかってくるんですよ。 もちろん通信販売の場合には2週間のクーリングオフとかありますしファッションの場合にはどうしても靴のサイズが合わなかったから足のサイズが合わなかったから返すとかっていうのもありますけれどそれをわざとやっている自分で着てみてそしてこれが似合うか似合わないかということで似合わないという声があったらこれは返しますとそういうことをやってると全部これがコストとして社会のコストに乗っかってくるそしてそれだけじゃないんですよ。 これはアアジアさんですねやはり同じようなことをやっておりましてこんなツイートも即座に発掘されていたんですね。私は徳島からバスで帰ってきた時に運転士さんに抱っこしていただいたんだけどその運転士さんが車椅子に運んでくれてる時にぎっくり腰になっちゃって一緒に転んじゃってお互いに申し訳ない気持ちになったよ一人で移動する大変さを痛感したあの運転士さんって本来業務運転なんですよ。ただあの バスに乗り降りする時の解除だとかっていうことは手助けすることになっていますけれど、抱え上げたら運転手さんぎっくり、ぎっくり腰になっちゃったということ。なので、まあそのご当人がご自身の主張することは私大いにやるべきだと思うんですが、町山智博さんだけじゃなく、なんか面白いことを言う人たちが次から次へとこの件現れてくるんですね。こちらの方。草山あゆみさんという方ですかね。 建物の1階と2階には数メートルの高低差がある。もちろん自力では上がれない。その不自由を解消する手助けのために世の中には階段というものがある。あれ <laughs> 階段というものがある。今手助けしてもらったら感謝しろと言ってる人たちは毎日階段に対してありがとうございますと頭を下げているんだろうか。<laughs> あの階段というもの。階段というものとイオンシネマで上がるのを手伝う人。 人と物を一緒にして、ギャスかギャスか大騒ぎ。この人物がどんな人なのかなと言いますと、こんな人たちでした。神奈川新聞記者です。障害福祉、メンタルヘルスに関心があります。まあ、それは何に関心持ってもいいんですけれど、階段と人同じ扱いですかそれやっぱりおかしいでしょということで。 階段と人を同じにするぐらいだったら、ひまそらかぜさんじゃないですけれど、キャパピラで移動キャパピラで移動まあそういうことも言いたくなる人も出てくるという話です。そしてそのご当人、そこまでね、イオンシネマの社長に何か言いたいだとか、徳島の方でバスでバスの運転手がぎっくりになっちゃったとか、とファッションショーとかっていうことをやっていたわけです。それでもですね、ご自身の意見があるというんであれば、 どうぞ52というか、それを言えるのが今の SNS 社会なんです。というわけで、車い子さんのところのアカウントをトコトコトコとことことこと言って見に行ってみました。今、こんな感じです。ポストは非公開です。ポストは非公開。鍵赤にし、鍵赤に,にしちゃいました。鍵赤というのは、フォロー、フォロワーの関係かなあの、してる、フォローしてる人しか見れないような鍵赤。非公開です。って 自分はイオンの社長出たこいとか言ってるのにご自身は非公開非公開ですかまあ、それも一つのことではあるんですけれどあまりにも自分のことだけを主張しますとそれは社会全体のコストになりますもちろん困っている人のために手を貸すということは大切なんですしかしその手を貸す人もまた困っていることだってあるわけです やはりそこはお互い様おかげさまをもって接していくそうした方が世の中せちがらくならなくていいんじゃないかなと思いますさあそれでは町山智博さん今どのようになっているのか確認してみようと思います直近のやり取りはこんな感じですひまさらさんが困ってる人を助けたことがあるとおっしゃったのでではそれについて具体的に教えてもらえますかとお願いしたんですが書くのではなく口頭でお話ししたいということですね了解しました 誰でも聞けるメディアに聞いてくださいはい、町山智博さん応じるということのようです <noise> え、昨日の番組の中でひまそらあかねさんと映画評論家の町山智博さんのバトル的なみたいなっぽいものをお届けいたしました <noise> 続報というよりはいよいよ直接対決があるということなんで この直接対決、盛り上げていきまっちょいとばかりに、これを紹介しておこうかなと思います。町山智博さんと3月27日の日本時間22時から、町山智博さんが聞き手となり、町山さんがわからなかった場合は質問を入れたりしながら、今更茜が人を助けた経験についての話をする会、な <laughs> んだかよくわかんないんですけど、<laughs> 開催させていただきます。時間は町山さんから1時間いただいております。 規定を受けていただいた町山さんには感謝するとともに以下のルールを設定します。本ライブはスペースで行い、YouTube で同時配信をします。YouTube 上で資料を提示しますので、YouTube での主張をお勧めします。本ライブに限り、チャットコメントは明らかな嵐違いはバンしません。例として、えー、名前やコメントをないように、町山はその資料の件をはっきりしろといったような、本件に関係ないメッセージ性を持たせたものは嵐としてバンします。 その誰でしょうね誰でしょうねえ本ライブの収益広告設定は無効化します本ライブはアーカイブに残し後からでも見られるようにしますチャンネルバンされるような YouTube 違反にあたる発言があった場合のみ該当部分を編集しその旨をコメント欄に追記します以上です当日はよろしくお願いしますこれですね正直さすがだなと思いましたコメント欄の方でコメント欄のみでチャンネルが止まるってことはちょっとありえないんですけれど 一つあるのがコメントを放置したことによって通報が行われることがある可能性があるんですねこれはあくまで YouTube の上なんで全部オープンになっている情報じゃないんですよただ状況証拠とあと情報共有の掲示板がありましてそちらの方を見ていますと書き込みそのもののみで何かっていうことはないんですがその可能性はなきにしもあらずなので一応そこを 運営として発表しているのはさすがだなと思います。松山智博さんの方のツイート。えー、まずですね、このようなやり取りがありました。ひまそらあかねさんの方がお受けいただいてありがとうございますというところで、ただこれについてスペースを松山智博さんは拒否りました。ズームで YouTube で視聴する方法はどうですかということでして、ですから YouTube で同時配信するのですよということを。 伝えて、YouTube、同時配信ですねでこのような形で話がまとまっていったなので、ね、基本的に町山智博さんの主張するところを暇らあかんなさんは受け入れたただし、えー、スペースと YouTube というとその舞台は暇らあかんなさんの提案通りになったということですで収益化なしについても町山智博さんの提案ですはい。 こ、まあ、このよううになったということいです、まあ、収益化、ね、して山分けとかすればいいんですけどね相手の利益は自分の損いやよくわかんないですけどまあというわけでです日本時間3月27日の22時から僕とあ私関係ないです私関係ないですえっと映画評論家の町山智広さんとアンドルネーの暇らあかねさんのバータフェ ま、当時というか説明してうんうん。はい、はい、そうですね。って、まあそんなような形になるのかなと思うんです。けれど、まあ、ご興味のある方はご覧いただければなと思います。この番組的には面白い話題がありましたらえ面白いじゃないと皆様と共有して話題共有する話題があったら、えー、ライブかなんかで取り上げるかなとは思っております。